はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白で、今日はゾウの雑白とフィリップ・マソーニ・キング・ハンテブラジル・プロファイター、はい、やっていきます。おっさん、で今回実はスパーリングと僕のゾウ訓導を、まあ、伝授したんですけども、すごい見込みがあるので、これからゾウの雑白1年チャレンジとしてどんどん成り上がっていこうと思います。で、実はもう決まっているのですが、おしゃべり草色工事があって成り上がりってあるじゃないですか。ディープと対抗戦数の成り上がり、まあ成り下がりみたいなもんなんですけど、もうキングハンターマストに送り込みました。そこでもう結果も出してくれるので、成り上がり、ディープ、まあふにゃふにゃ、UFC、WWE、でまあ WBC ぐらい、野球もできるので、僕の方で連れていこうと思ってます。そんな中で誰と戦いたいか教えてもらってみます。誰がいいですか？オッサー。ああ、なるほど。まずはやっぱり朝倉未来がいいそうなんですね。で、このキングハンターマストに選手、キンタ周りは、やっぱ筋がいいので、朝倉未来のまあカウンターファイターであれば、やっつけられるかなと。でもどうですか、朝倉未来の感想をしてください。オッサー。なるほど、なるほど。まあ朝倉未来と。まあ、YouTube で成功したけども、実際嫁も子供も捨てて、で、な巨乳のグラビアアイドルには自分の金玉が小さいから振られたみたいだけど、俺の金玉でお前を倒してやると言っています。ですので成り上がっていったら、最終的には同じフェザー級なんですね。で、75、6キロで節制してて、体重は60キロ落とせますので、フェザー級でやっちゃいます。まあでも MMA が一番強いんですけど、全然キックボクシング才能あるので。で、キックボクシングなんですけども、まあやっぱり木村ステップミノル、まあプロテイン飲みまくりの木村ステップミノルの剛腕パンチでも全然できますので、まあ木村ステップミノルも元奥さんが AV 女優の松本コンチーターですけども、まあステップミノルも金玉が小さすぎて振られたと思うんで、金玉と戦って金玉でかくして、またコンチーターと再婚してもらえるように、金玉ありの方で全部押し込むので、よかったら木村ステップミノルプロテインありでいいのでやりましょう。で、他にまああとはまあおしゃべり草野郎コージも寝技嫌だって言ってましたけども、もうこっちはキックボクシングルールで、向こうはもう MMA ルールのハンデマッチでもいいです。もしくはクルミカーン合わせて、クルミカーンは柔術、コージが立ち技で2対1でもいいのでやりましょう。で、あとはまあアンボルキア、なんか包茎の手術の CM 出てたけど、チンポ向き合うぐらいしか取りはないと思いますので、この金玉が一撃で倒してあげたいと思っています。まあキックボクシングも盛り上がってますので、 MMA、 キックボクシング、野球、何でもできます。金玉には玉だけあって、で最後に人気急勃起中の堀江義則、フューチャーボーイとか言って浮かれてるそうだけど、金玉周りとしてはどうですか？おっさー。ああ、なるほど。人気急勃起中の堀江義則であれば仲良くできると言ってます。よかったら仲良く一緒に上半身裸で金玉見せ合って走っていきましょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。これから金玉に2本でブレイクするんで、ゾウの雑白1年チャレンジやっていきたい方は言ってください。また金玉に以外にも、成り上がりたい、成り下がりたい、ライジンファイターがいれば、僕がゾウ訓導、金玉を使ったゾウ訓導伝授して強くしますから、連絡待ってます。よかったらポケベル鳴らしてください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。さよなら。さよなら。